そういえば最近稲妻の情勢も安定してきたけど、オイラたちまだ新しい依頼を受けてないよな。このままだとお前の片手剣も錆びちゃうんじゃないか。どうせ暇だし冒険者協会に行ってみようぜ。旅人さん、ちょうどいい時に来ましたね。冒険者協会に少々状況の複雑な依頼が届いています。我々の判断ではあなたこそがそれを対処するのに最も適したお方です。さすがはあなたですね。でははっきり言いましょう。今回の依頼者はリーユエから来ており、見た目が個性的な若い音楽家の方です。彼女は臨時の通行証を持っているのですが、もうじき期限切れとなります。追い出されないためにもこのことに詳しい方に頼んで再び手配してもらわなければなりません。そんながっかりした顔するなって。なんで厄介事を期待してるんだよ。でもリーユエから来た個性的な音楽家のお姉さんってどこかで会ったことあるような。あ、おいらわかったぞ。おや、お二方のお知り合いでしたか。その女性は依頼を出した後に天領奉行に向かわれました。そこで彼女に会えると思います。しかし最近は天領奉行も事務で忙しくしていると聞きました。彼女の問題を解決してあげられる時間はないかもしれません。もし本当にあいつだったら今頃天領奉行の入り口でロックしてるかもな。でもロックはすごいんだろ。早く行ってみようぜ。万が一治安妨害で捕まってたらまずい。あそこを見ろ。本当に深淵だ。やっぱり深淵だ。ふふん、オイラの直感は鋭いぜ。あれ、旅人とパイモン、あんたらも稲妻に来てたんだな。異郷の地で友達と出会えるなんて。あんたらもしかしてライブを見に来たのか。だったらがっかりさせちゃうかもしれないな。はあ、話すと長くなるんだけど、イリデッセンスツアーって知ってるか。まあ知らなくてもいいんだけどさ、あたいも少し前に聞いたばかりだし。あーもう、よく考えたら最初からすごく怪しかったぜ。主催者側によると、その音楽祭はフォンテーヌが起源で、ティーワット大陸全土に知れ渡ってるって話だった。けど、リーウェ人は誰一人それを聞いたことがなくってな。そいつは、道の片隅に、夕暮れの実を売る人みたいにポツンと立ってて、だから、ついかわいそうに思って事情を聞いちまったんだ。なんていうか、お前っていいやつだな。そいつはあたいに資料をたくさん見せてくれた。イリデッセンスツアーは確かにフォンテーヌで最大級の音楽祭だったよ。その舞台に上がることができれば、自分の音楽が大勢の人に好まれてるってことを意味するらしい。おお、じゃあ一躍有名になれるじゃないか。そうだろ、あたいもそう思ったんだよ。もっと多くの人にあたいのロックを知ってもらいたい。だからあたいもイリデッセンスツアーに参加することにしたんだ。それで今年のイリデッセンスツアーは稲妻で開催されるらしくてな。申し込みをした後、全力で新曲のリハーサルをしたんだよ。より最高のステージにするためにわざわざ北斗さんに送ってもらって事前に稲妻まで来たんだよ。シャンリンも応援用の弁当まで作ってくれたんだ。それなのにあの主催者側のやつら、あいつら
途中で海難事故にあって予定通り稲妻に到着できなかったんだ。それであいつらが通りかかった漁港に稲妻まで伝言を頼んで、稲妻艦兵がイリデッセンスツアー中止の知らせを出したんだよ。なんで中止なんだ！しかも参加するはずだったあたいがそのことを最後に知るなんて。主催者側が申請した通行証ももらえねえし、今ある臨時のやつももうすぐ期限切れになるし、本当についてねえ。ライブに一番情熱的なのに一番厄介なトラブルに遭うなんて、本当にかわいそうだな。はあ、これが音楽家の試練ってやつなのかもな。でもコンサートが最終的にできなくなるなんて状況は別に初めてじゃない。よし、愚痴はここまでにしよう。意気消沈するような話は終わりだぜ。立ち直りが早すぎる。あたいはロックミュージシャンなんだ。粘り強さこそあたいたちの魂さ。だからすぐに行動を起こすと決めたぜ。冒険者協会に行って助っ人を頼んでいる間、あたいは天領奉行に直接行って事情を聞く。同時進行で解決を図ることにした。でもあたいはもうここに半日も経ってる。天領奉行の武士たちが何をしてるのかわからねえが、ずっと忙しそうにしてるし、あたいに構う時間もないみたいだ。そんな、実は何もやることがなくてサボってるだけなんじゃないか。平気平気、外に出た以上困難はつきものだぜ。旅人、北斗さんからあんたはもう稲妻についてしばらく経ってるって聞いた。それなら現地のやり方を知ってるはずだよな。あたいを手伝ってくれないか。よかった。通行証のことが終わったらあんたにも情熱あふれる曲をお礼に作ってやるぜ。ん？また君か。さっき忙しいと言ったはずだ。あと少し待ってくれ。ちょっと待った、おじさん。今詳しい人が事情を話すから。九条サラ様。あ、君が上の言っていた旅人か。この外国のお嬢さんは君のご友人で。そうだぞ。こいつは他の奴らにすっぽかされたせいでここで立ち往生する羽目になったから、臨時の通行証の期限を延ばしてほしいんだ。外国人を困らせないためだと思ってさ、ここはなんとか頼むよ。少し誤解しているようだが、わざとお嬢さんを困らせているわけじゃない。今天領奉行は本当に上も下も大忙しなんだ。最近大きな問題があってね、我々も人手不足なのさ。このお嬢さんの問題を処理できないのは、彼女の前で待っている人が多いからではない。通行証を処理するような些細な仕事に誰も時間を割けないからさ。些細なこと？はぁ、俺の立場からでは多くは言えない。九条サラ様なら中にいらっしゃる。直接聞いてみてくれ。君たち本当に忙しかったのか。いいってことよ。おじさんもいろいろ大変だな。あたいは理解してるぜ。ここの武士たちみんな顔色が悪いな。まるで戦いにでも行くみたいだ。諸君、隊列を組め。戦闘部隊に続いて場外に集合だ。ん？旅人？それに他の方も。何か用か？構わない。お前たちがいきなり天領奉行府に来るなんて
何か厄介なことにでも遭遇したのか。何か私に手伝えることがあれば言うといい。よかった、やっと判断を下せる人が来た。なるほど、お前の友人がせっかく稲妻へ音楽を披露しに来たというのにそんなことに出くわすとは本当に残念だ。天領奉行は近頃人事異動が頻繁な上、厄介な状況にも見舞われている。人手が全く足りていない。早々にお前の友人の要求に応えることができなかったのは我々の手落ちだ。すまない。お前たちがこんなに慌ただしくしてるなんて珍しいな。何か大きな問題でもあったのか？そうだぞ、ただ適当に聞いただけで。大変な事情があったんだな。気にすんな、あたいの来たタイミングが悪かったんだ。そうだ、こうしようぜ。お前はオイラたちに何が起きたのか話して、オイラたちができる限り手伝う。その代わりお前は深淵のために通行証の延長を手配する。これでどうだ？あらゆる場面で人手不足の今、お前たちのような実力者の助っ人がいれば。分かった、事情を話そう。近頃荒海地域に突如名もない秘境が出現し、恐ろしい力を持った魔物がその中から次々と現れ始めたんだ。天領奉行は魔物の相手が得意なはずだろう？秘境は想定外の圧力となる。私もすでに偵察兵を調査に送った。もともとは私が直接隊を率いて現場に行くつもりだったが、前線に長くとどまれば天領奉行府は誰も監督がいない状況になってしまう。そうなるのはいささか妥当ではない。あんたが欠けることで不足するのが戦力なら、あたいたちがそれを手伝う。これでいいんじゃないか？だろ、旅人。そうだな、オイラたちが手伝う代わりにお前もオイラたちを手伝う。いいことじゃないか。その言い方はちょっと強引すぎるんじゃ。いや、感謝する。確かにそれが今取れる策の中で一番適したものだ。他のものであったなら私は絶対にこの要求を受けない。だが稲妻至高の神将軍様でさえも旅人の実力を認めている。お前たちに任せられるのなら私も安心だ。おいおい、あんたら稲妻ですごいことをやったみたいだな。確かに前にシャンリンからも聞いたことがある。あんたは大事をなす人だって。九条サラさん、あたいたちはこれからどこに行けばいいんだ？今すぐ現場まで連れて行こう。しかし私はこれまで現場に向かう時間がなかったゆえ、おそらく安全面については正確に予測できない。念のため各自戦闘用の装備と支援物資をできるだけ用意しておいてくれ。費用は立て替えてくれよ。いいだろう、ではすぐに府内に申請を。待ってくれ、通行証の手配って費用がいるんだよな。それを立て替えてくれよ。こっちの費用はあたいが受け持つからさ。そんなんじゃねえって。実は船を降りる前に北斗さんからモラを一袋もらったんだ。それを溜め込んどくのもあれだし、それにこんな面倒をかけたんだ、ちょっとは何かしないとな。袋の中のモラはあたいたちで分けようぜ。軍事手当ってことにしよう。本当に理解のある善良な方だな。いいってことよ、気にすんな。それであたいの通行証は？そのことは私が直々に手配しよう。安心してくれ。おお、ありがとう。決まりだな。じゃあ一緒に秘境を制圧しに行こう。ああ、行こう。あたいも旅行に来た気分で
見聞を広めに行くぜ。おい、あそこを見ろ。あの武士たちの様子、やばそうだな。九条サラ様、お越しいただけたのですね。先ほど秘境の入り口から調査を開始したところ、魔物の襲撃に遭ってしまいました。全力を尽くし、ほとんどの魔物を秘境内に追い返したのですが、いくつか取り逃した魔物が南東方向へと向かってしまいました。負傷した仲間も多い状況です。私の独断で負傷者の手当てを優先すべきだと判断し、魔物を追いかけることができませんでした。誠に申し訳ございません。南東方向、まずい。道中には一般人もいる。各位、緊急事態だ。しばし兵を二手に分ける。私は逃げた魔物を追う。ここは皆に任せる。余計なお世話かもしれないが、くれぐれも身の安全には気をつけろ。安心しろ、オイラたちこういう経験は豊富だから。あ、そうでした。秘境からも時々魔物が出てくることがあります。入り口を守り、くれぐれも逃がさないようにしてください。さもないと。渡部、私の判断を信じろ。はっ、九条サラ様。ああ、言っちゃったな。本当に厳格で引き締まった人だったな。あいつは部隊の指導者だからな、仕方ない。じゃあオイルたちも早く秘境に行って入り口を守ろう。負傷者をいち早く助け、陣形を立て直す。何があろうと天領奉行は事態を収束せれば。こんな状況の中でも心が折れてないみたいだ。強い意志を持った武士だな。また魔物がたくさん出てきたぞ。早く倒そう。魔物が出てこなくなった。終わったのか。うん、地面に何かあるわ。一枚の紙切れ？紙人形？武士が落としたお守りかな。この紙人形、伝説に聞く式紙に似てるな。ああ、あたいは歌詞を書くためにいろんなところからインスピレーションを探してるんだ。テイワット各地にある伝説も結構研究したことがあるんだぜ。噂によると、稲妻には武術を凝集した紙切れがあって、主と一緒に行動するらしい。中には妖魔を断ち切ったり、家族の健康を守るご利益があったりするみたいだ。聞いた感じ、リーユへの呪符とか戦術と似てるな。おい、なんだよそれ。オイラは専門的なテイワットガイドでお前の一番の友達だろ。それなのにオイラの戦闘力をバカにするなんて。待ってくれ、これを見ろ。この式紙、動いてるのか。おーい、紙切れ、聞こえるか、話せるか、会話はできるのか。ここは、僕は意識を失っていたのか。まずい、僕は。あ、そうだ、お前たち、あの逃げ出した魔物を見なかったか。どこに行ったんだ。魔物ならさっきこの近くにいたけど、あたいたちがやっつけたぜ。はあ、ありがとう。奴らを逃さずに済んでよかった。万が一死傷者が出れば申し訳が立たなくなる。お前は式神なのか。あの怪物たちはお前が放ったんじゃないよな。あたいの知る限り、式神は魔を駆除する存在だろ。あんた一体どうなってんだ。僕は式大将だ。すまない、初めて会うのに僕の未熟で見苦しいところを見せてしまった。
みんなが今いるこの秘境は結録恩陽寮という場所だ。僕はここの寮師、寮内にある全ての事務を取り仕切っている。結録恩陽寮は僕と共に長い年月眠りについていた。しかし何日か前、この秘境が何らかの力の影響により、まさかまさか魔物を勝手に蘇らせ扉を開くとは。実は僕は一部の記憶が欠けている。覚えているのは目覚めた時に見た悪夢のような光景と、無意識のうちにそれらを止めようとしたことだけ。よもやあれらの魔物が倒されると神札になるとは。その神札を見てやっと思い出した。奴らが僕と同じくこの恩陽寮の陰陽術による造物であると。陰陽術の造物？何言ってるか全然わからねえ。すまない、今はまだ明確な言葉で説明することができない。僕は、すまない、式神として自分が漁師であることは知っているのに、主が誰なのか、作り出された目的が何なのか、そんなことさえわからない。なんという失態だ。つまりお前は自分がいいやつなのか悪いやつなのかもわからないってことか。でもきっと大丈夫だと思うぞ。記憶をなくしたやつは懐かしい場所に行くと何か思い出せるらしいからな。お前も秘境に戻ってみたらどうだ。ああ、今陰陽寮に戻るつもりだ。まだまだ自分自身に数々の疑問があるが、僕の力がこの秘境と同じ源であることは感じ取れる。それどころかここと一心同体の存在なのかもしれない。僕なら完全に制御することができるはずだ。なぜかはわからないが、そんな風に思える。式神は妖魔を退治する助っ人だってみんな言うし、お前はここの扉を守るために配置されたのかもしれないぞ。それに本にこういう話よくあるだろ。記憶喪失になった人がかつて自分が強大な力を持っていたことを忘れてしまうみたいな。でもそれを思い出した瞬間、天下無敵になるんだ。正直なところ僕もそのように思わなくもない。できることなら僕に協力してくれないか。つまり今やるべきことはお前の記憶を取り戻すことだな。記憶を取り戻したらこの秘境をまた制御できるかもしれない。そうしたら魔物ももう逃げ出すことはないな。旅人、ちょっとこっち。この式台書、今さっき目を覚ましたばかりで記憶を失ってるって、こいつの言ったこと信じてもいいと思うか。もし本当にこの秘境の門番だったらあたいたちの味方だ。でも、ああそうだな、誰かを陥れようと考えるのはダメだけど、誰も自分を陥れることはないと思って警戒心を緩めるのもダメだ。それに一体誰がこの秘境を建造したのか、なぜ秘境の中にこんなに多くの魔物がいるのか、この場所についてもっと知る必要がある。けどパイモンはだいぶこいつのことを信じてるだろう。どうやら子供みたいに純粋無垢な心を持ってるんだな。パイモン、ちょっと待ってくれ。状況が明確にならないうちは軽率に行動すべきじゃないと思うぜ。ああ、僕も重々承知している。何せ記憶をなくした上にこの陰陽寮と密接な関わりがある。君たちが僕に不安を抱くのは当然のことだ。なんならあたいがあんたの本心を試してやろうか。本心？なんかすごいことが起こりそうな予感がするぞ。あんたらは信じないかもしれないが、
あたいみたいな音楽に熱狂的な奴らは、肉眼では捉えられない特殊な言語を使えるんだ。この言語は、あんたらにだって使うことができる。音楽を媒介して伝えるのさ。どんな言語なんだ？オイラにも聞かせてくれ！この言語はすごく誠実で、人の心の奥底にある、最も正直な部分を動かすんだ。今から、あたいがこの言語を使って、指揮大将が信頼に値するか、試験してやるよ。音楽？僕はその類のものを深く知っているわけではないが、試す必要があると君たちが言うなら、どんな試験でも受け入れよう。僕は目の前にある危機を解決したいだけなんだ。よし、じゃあよく聞けよ。あたいの音楽にしびれただろう。でもお前一曲演奏しただけだよな。これって試験って言えるのか？さっきあたいが言った言語は曲の中に隠されてるんだ。あんたらには見えないが、あんたらの心の中に入り込んで考えを刺激する。異なる魂はこの言語に異なる反応を見せる。何を感じたか、あたいに教えれば、あんたの魂が何色なのか判断できるぜ。うえ、そんなにすごいのかよ。優しい心、運命にもてあそばれ悪に染まった心、そして不幸に慣れてしまいとっくに閉ざされた心、この三種類は全て異なる色をしてるんだ。あたいを信じてくれ。さあ指揮大将、あたいの音楽から何を感じ取った？教えてくれるか？すまない。僕にはわからない。こんな曲調の音楽は聞いたことがない。その中に秘められた奥深さも理解できない。ただ、僕の体が、魂が、いや、もし魂があるとするのなら、きっと、この旋律に動かされたのだろう。僕は君の描いた世界を見た。なんて言えばいいかわからないが、まるで何の目的もなく道をさまよい歩いているような感じで、辺りは霧に包まれていた。僕は傷を負っていて、頭に痛みを感じた。周囲の霧からはカサカサという音。僕は危険に陥ることを心配したが、他に手立てもなく、ただひたすら前へと進んだ。終点がどこなのか、誰も教えてくれなかった。ただなぜか、誰かが終点で待っててくれているような気がした。おー、一枚の紙切れなのに、そんな多くのことを感じ取れるなんて。オイラが全然ダメダメに見えちゃうじゃないか。オイラなんてたくさんの人たちが一緒に魚を焼いてるところしか思い浮かばなかったぞ。焼き魚？実は僕もかすかにそのような場面を見たんだ。顔のぼんやりとした人と一緒に魚を焼いていた。その霧の果てにはかがり火があり、人々は火のそばに座っていた。捕らえたばかりの川魚を竹串で刺し、僕は一人の一般人として彼らと夕ご飯を一緒に食べたんだ。なんだか次の日になって太陽が昇れば、僕はこのかがり火を離れて歩き続けていくような気がした。終わらない旅路、戦ったりはしなかったのか？あたいの旋律を聞いても戦う場面が思い浮かばないなんて面白い。ん？
戦いを思い浮かべるべきだったのか？いや、いいんだ。あんたはとてもいい答えを出した。以前何人かの友達にもこの曲を聴いてもらったことがあったが、正直あんたの答えは彼女たちとほぼ同じだ。豊かな構成と急変する天気があったのに、あんたは依然としてそのイメージを主張した。もしかしたらあんたの考え方はあたいの友達と近いのかもしれない。深淵の言った友達ってシャンリンと北斗か？そう、あいつらのことさ。志が同じなら進む道も同じって言うだろ。この答えであたいは式大将が信頼できるやつだって信じることにした。本当にいいのか？僕はただ適当に感想を言っただけだ。まさか君がそんなはっきりと僕を信じてくれるなんて。分かってねえな。あたいはな、音楽の中の言語を一番信用してるのさ。あんたが信頼できるやつだってそいつがあたいに言ってくれてる。そう考えてくれ。音楽は根拠のあるようなものじゃなく自由そのもの。式大将、あんたが何千もあるイメージからそれを選ぶことができたのは、あんたとあたいたちの間に縁があるからかもしれない。ありがとう、深淵さん。いいってことよ。あたいがあんたを信じると決めたのは自分自身の音楽性を信じてるからなんだ。音楽は友を呼ぶってな。あたいのちょっとしたおごりだとでも思ってくれ。そうだろう。あんたも音楽のセンスが良かったんだな。さすがあたいの友達。みんな、この恩は絶対に忘れない。記憶を取り戻せればみんなのために何かできるはずだ。まあまあ、別にあんたに手伝わせようと思ってるわけじゃないんだから、そう力むなって。今一番重要なのは状態を整えることだ。旅人、早速戦闘準備をして秘境の中の謎を解き明かしに行こうぜ。九条サラさんが戻ってくるまでに問題を解決できれば全てが丸く収まる。オイラたちみたいなレベルの冒険者ならどんな秘境だって朝飯前だぜ。おかしいな、この結録音容量、これといって特別なところなんてなさそうだぞ。確かにそうみたいだ。だがかすかに法力の回復を感じる。ふう、少し楽になった。ちょっと待て、あそこを見ろ。あれ、人じゃないか？市庁内に人が？それは少しおかしい。一般人がこの秘境に入ることはないはず。お、誰かと思ったら君たちだったんだね。さっき足音が聞こえたから、どんな奴らがこんな危険な秘境に入ってきたのかと思ってたんだ。あ、お前だったのか。そうさ。君の声を聞いてすぐ分かったよ。久しぶり、旅人。以前より度胸が増したようだね。コウシ、なんでお前がここに？もしかして、この秘境はお前の仕業か？誰だ？コウシ？こんにちは。俺のことはタルタリアと呼んでくれ。俺は、言うぞ。こいつがここにいるってことは、これから悪いことが起こるってことだ。おいおい、こんな久しぶりに会ったっていうのにその言い方はないだろう。と、お前が一番分かってるはずだぞ。でも深淵は孔子が起こしたリーユへのいざこざを知らないはずだよな。
教えるか？なんか深淵の性格からして、もし知ったら今の状況がもっとややこしくなりそうだぞ。このお嬢さん、身なりは特殊だがリーウェ人のようだ。どうやら正直に話すかどうか決めなきゃいけないみたいだね。よし、こうしよう。実はこいつはオイラたちがモンドで知り合った冒険者の友達なんだ。講師ってのはオイラたちがこいつにつけたあだ名だ。え、このタルタリアってやつ、いつも物事を台無しにしちゃうんだ。危ない状況だって分かっててもなりふり構わずやる。冒険者にとっては絶対にやっちゃいけないことなのにな。だからオイラたちはこいつを警戒してるんだ。ああ、そうだった、そうそう、俺は冒険者なんだ。この前旅人とパイモンにいろいろ迷惑をかけちゃってね、悪かったよ。モンド人だったのか。こんちは、あたいはシンエ、リーウェ人で好きなものはロックだ。やあ、よろしく。君もこの秘境を探検しに来たのか？ああ、あたいたちはこの秘境で魔物が暴れてる原因を探してるんだ。この式大将によれば、ここは血録陰陽寮と呼ばれる秘境で、中にはいろんな陰陽術で創造された危険な魔物がたくさんいるらしい。危険な魔物を外に放つ秘境か。その正体は一体何なんだろうね。俺も偶然ここに入ったんだが、ここの秘密にはとても興味がある。真実を探求することは冒険者の性分だからね。君たちに同行してもいいかな？もちろん、お返しとして俺も手伝うよ。俺は喧嘩ならすごく強いんだ。旅人、どう思う？おいおい、俺がいらないだなんて言わないよね。旅人、俺の実力は君も知っているはずだろ？ああ、ありがとう。式大将の記憶を取り戻す助っ人がまた一人増えたな。人手が増えれば力も増えるってもんだ。式大将、君たちのそばにいる小さな紙人形のことだよね。実に愛嬌のある見た目だね。シンプルな姿、滑らかな顔立ち、俺の弟が好きそうだ。僕を褒めてるのか？そうだな、褒め言葉として受け取っていいと思うぞ。そうか、なら僕も新しい仲間に現状を説明しよう。君はここの漁師だって言ったけど、俺がここに入った時は君を見かけなかった。つまりその時すでに意識を失っていたのかな？そうだと思う。兄ちゃん、多分それはあんたの動きがすごく早かったか、ここに来た時間が早かったからじゃないか？そうだろう？兄ちゃん？いいね、その呼び方。とても親しみがある。そんな風に呼ばれると自分の妹のことを思い出すよ。さっき聞いた情報からして、式大将はきっとこの秘境の番人だろう。そのことはすぐ確認できるはずだ。式大将はこの秘境に入ってから法力がずっと回復していると言っていた。もしかしたら前に進めば進むほどより多くの力を吸収できるのかもしれない。式大将、何か思い出したことはあるか？それか何か違和感を覚えるようなこととか。式神の全ては不術に由来するという。力が強ければ強いほど記憶が戻る可能性も大きくなる。寮内に戻ってからなんとなくこの秘境の一部を制御できるような気がしてる。漁師の能力なのかもしれない。
この部屋の魔物はもう俺が片付けておいたよ。奴らは倒されるとボロボロの紙札になるんだ。戦いは楽しかったけど、俺は前へ進む方法を見つけられなかった。式大将、君は漁師なんだよね。何か心当たりはないかい？試してみよう。勝つ！お、扉が開いたぜ。なんか背中がゾクゾクする。この中すごく不気味だ。おいら一番前は嫌だぞ。魔物の気配だね。戦闘の香りがするよ。ここの魔物はとても強い。前方で俺たちを待ち受けているのは過酷な戦いだろう。正直こういうのは大好物でね。君たちも戦いを楽しむことを学んだ方がいい。強敵だろうとなんだろうと、あたいが全部焼き尽くしてやるぜ。じゃあオイラたちを守ってくれ。特にオイラを。音が鳴り響いているのが聞こえる。ここはかつて、僕の領域だった。この秘境の中で僕ができることは決して扉や装置を開けることだけにとどまらない。僕は戦える。いや、戦い方を知っている。みんな、戦闘に関する記憶を思い出した。式札と陰陽術で君たちと一緒に戦わせてほしい。見たまには四魂、巴には三重。この秘境は陰陽術の偉大な成果。ここには何千もの式札があり、そのうちの9枚は極地の術とされている。陰陽術は邪悪を払うもの。心して使えば武人も活用できるようになる。その奥深さは全てこれらの式札に隠されている。しかし、なぜ人々はこの秘境で戦うのだろうか。ここへ来る途中、ボロボロになった式札や様々な兵器を見た。それと焼き魚の匂いも。これらは一体誰が残したのだろう。実に悪くない。これほどまでにスリルな戦い、かつてあの場所で経験したもののようだ。なんか興奮してるみたいだな。そんなに喧嘩が好きなのか。もちろん、俺は終わらない戦いを楽しんでいる。命を懸けて全力を尽くし、全てを懸ける。おお、講師を連れてきたのは確かに正解だったかもな。魔物をやっつけるスピードがかなり速くなったぞ。足元に気をつけろ。おい、あれなんだ。地面の上に小さな紙人形が、式大将にそっくりだ。僕はこれが何なのか知っている。これは僕の拓本。僕を原型にして量産した式神で僕の力を有している。もしかすると記憶も幾分か持っているかもしれない。これを回収しよう。どうだ、何か思い出したか。春之助。春之助？カムナ春之助、僕の主だ。彼は稲妻最初の陰陽師であり、武術を熟知していた。彼は僕とこの秘境を作り、ここに長く隠居していたんだ。君の主はやはりここの創造者だったんだね。でもそいつがあんたと秘境を作った目的は何なんだ。
すまない。今はまだわからない。ただの陰陽術マニアなんじゃないか？自分の陰陽術がすごいって知って、この場所を作った。それでもっと強くなるために、ここに閉じこもって修行してた、とか。それはあるかもね。学術に執着する人はいつも驚くようなことをしでかす。例えばそのカムナ春之助という人、彼は陰陽術に酔いしれ、自分を鍛えるためにわざわざこの秘境を作った。しかし秘境に異常が起き、陰陽術が暴走し、式神を魔物にしてしまった。式神が魔物になるのか？嘘だろ、ろくでもねえ話じゃんか。ただの想像だよ。だってここには式神も神札以外の媒体もないんだから。こんな大事が起こったら稲妻当局はきっと気づくはずだよね。それで人員を手配してここを封印したところ、式大将は眠りについた。いや、僕はまだ春之助の面影や彼といた感覚を思い出せはしないが、唯一確信を持ってることがある。彼の才覚からして陰陽術の領域でこれほどまでの過ちを犯すことはないだろう。それに彼が責任感のない人ではないと僕は思うんだ。そうかい。そうなるとあとはあまり良くない推測しか残ってないよ。仮にカムナ春之助が悪人で、この秘境を創造したのが陰陽術を強化することで戦う道具となる魔物を創造するためだったら、そうなれば彼は正真正銘迷惑極まりない人間だ。そして君はカムナ春之助の共犯者ということになる。悪人の共犯者、魔物を戦う道具に。おいおい兄ちゃん、今結論を下すのは少し早いんじゃねえか。式大将はあたいの試験に合格したあたいにとって信頼できる相手だ。そう言われるのは少し聞き捨てならねえな。ただ式大将の記憶から推測しただけだよ。確かに今はまだ決定的な証拠はない。俺もわざと彼を疑っているわけじゃないんだ。みんなのために現状を整理しているだけさ。それに兵器にされることも別に悪いことじゃないだろ。あの扉をくぐり抜ければ次の部屋に到達できるはずだ。式大将の拓本を探してみよう。あれは記憶を取り戻す手助けになる。もしかしたら最深部でカムナ春之助本人に会えるかもしれないね。そいつの実力がどの程度のものかはわからないけど、ぜひ会ってみたい。引き続き進もう。オイラたちあの扉を通ったはずだろう。もしかしてあれは次の部屋につながる扉じゃなかったのか。まずい、式大将と兄ちゃんはまさかまだ秘境の中に。ダメだ、入れねえ。外部のものを弾いてる。なんか微妙に振動してないか。まさか秘境で何かの装置が動いてるのかも。ち、厄介なことになっちまった。軽率な行動は禁物だな。旅人、パイモン、あたいたちはもう少しここで待ってみよう。皆の者。あ、九条サラ、こんな早く戻ってこれたのか。いや、早いとは言えない。あの魔物たちは狡猾で、人と相対するのがうまかった。時間をかなり浪費してしまった。お前たちは何か進展が？
実はさっき、あたいたちが秘境の入り口にいた魔物を倒した後は、もう他の魔物が逃げ出すことはなかったぜ。だけど、その後すぐに秘境から音がして、何か問題が起こったみたいだ。危険かもしれないから、音が止んでから入ろうと思っててな。うん。私も何か抵抗を受けるかのような力を感じる。今は逃げ出す魔物を捕らえるだけで、多くの人手を消耗している状況だ。秘境に入って真相を探すとなれば、さらに難しくなるだろう。万全な準備をしておかなければならない。九条サラ様、負傷兵の状況が思わしくありません。しかし城へ戻る道中にも魔物をいくつか発見しました。誠に恐縮ですが、九条様直々に負傷兵を城内まで送り届けていただけないでしょうか。仕方ない。皆の者、私は先に負傷兵を稲妻城へ撤退させる。その後、精鋭部隊を手配してここへ戻ろう。お前たちはすでに多大な貢献をしてくれた。私たちと共に城へ戻ってくれ。九条さん、あんたはあたいたちが巻き添えになるのが心配で、そう言ってるんだよな。大丈夫、全然へっちゃらさ。あたいたちなら、ここをどうにかできる。あんたは安心して行ってきな。この扉はあんたの代わりに見張っておくからさ。それは本当に申し訳が立たない。人助けは最後までやり通すもんさ。そうだぞ、お前がいなかった時、オイラたちはこの近くで魚を焼いて食べてたんだ。すっごく楽しかったぜ。あたいも新しいインスピレーションが湧いたんだ。波乱万丈の稲妻の旅を記念して一曲作ろうと思ってる。皆の貢献は我々天領奉行すべての者が心に刻もう。このことが終わったらまた改めて礼をさせてくれ。悪いが少しの間この秘境を見張っておいてほしい。渡部にもここ一帯にいるよう命じる。何か不測の事態が発生した場合は彼に伝えるといい。信玄、さっきわざとオイラたちが秘境に入ったことを言わなかったのか。オイラ気づいてたぞ。賢いな。あたいたちも心が通ってきたってわけだ。秘境のことはまだ徹底的に調べ上げてない。もし今幕府の人間を巻き込んだら厄介なことが増える可能性がある。先に言っておくが、式大将をエコひいきしてるわけじゃないからな。ただ記憶はあいつにとって重要なもので、あいつが自分のことについて真実を知るまで他の奴らに誤解させたくないだけだ。ああ、他人に誤解される気分は最悪だ。あたいも似た経験がある。時に人っつうのは上っ面だけを信じる。その上それに対する忍耐を持とうともしない。一人一人の見方によって誤解はますます大きくなるんだ。そうなると誤解された人は説明することさえ難しくなる。そんなのは良くない。ロックはいい音楽だが、人々に誤解されやすくもある。式大将はあたいの言語が選んだ仲間だ。あたいはあたいの方法であいつを守る。ああ、九条サラさんが戻るまでに式大将の潔白を証明しなきゃならない。それと天領奉行の人がこの秘境を制圧しようとしてること、式大将には秘密にしておいてほしいんだ。信玄は優しいな。記憶をなくした人の気持ちも常に考えてる。当然のことさ。ん？また音がしたぜ。どれど、あ、オイラもオイラも。服
雑で頭がこんがらがる。でも全てを話す時が来たらオイラも頑張るぞ。神人形に負けないようにオイラもしっかりしないとな。旅人、こっちに来てみろよ。やはり失敗した。式大将、大丈夫か？大丈夫だ。先ほど領内の排除に抵抗するため少しばかり力を消耗しただけだ。さっきの扉は扉の形に見立てた仕掛けだ。あれに触れると音容量の内部にある全ての部屋がかき乱され再構築される。そして変化している間は誰も入ることができない。はあ、僕のせいだ。僕の秘境に対する制御力が足りないせいで。そうじゃなかったら今みたいなことにはなってない。そんなに自分を責めるな。講師はどこだ？まさかまだ中にいるのか？わからない。だがあの方からは何か不思議な気質を感じた。彼は一般人とは違う。彼にとって戦闘は負担ではなく趣味なんだ。彼はそれに対して恐怖を抱くことはない。そのようなものならこの秘境を征服できるかもしれない。あいつは確かに面倒なやつだけど、意味もわからないまま死なせるわけにもいかない。あいつはチームで最強の助っ人だしな。あの兄ちゃんはずっと余裕な感じを出してたから、その実力は信じてもいいと思うぜ。式大将ですら入れないんだ。今は待つしかねえ。だけどあたいは待つのが嫌いだ。なんだか受け身に感じてな。はあ、どうせ暇なんだし作曲でもするか。式大将、新曲を聴いてみないか？ああ、喜んで。だが僕は今少々気持ちが落ち着かなくて。お前は式神だろ。オイラたちよりも落ち着かないのか？僕は知っている。みんなが命を危険にさらしてまで僕を助けようとしていることを。だから君たちが秘境内で経験したこと、遭遇した戦い、受けた傷、それらは全て僕が背負うべきことなんだ。あたいたちリーウェ人は心の静寂を重んじてる。あんたがいつまでも落ち着かないでいたら事態がますます悪化する一方だぜ。中にはな、圧迫されればされるほど突っぱねて、束縛されればされるほど自由を求めて突き進んでいく者もいるのさ。あたいはそういうのが好きだ。そういうタフさをずっと追い求めてる。それがお前の言うロックってやつなのか？そうだ。強さとしなやかさを兼ね備え、いつまでも粘り強く逆境に負けない、そんな存在にあたいはなりたいんだ。わかった、深淵さん。ではここで静かに時期を待とう。そう来なくっちゃな。じゃあ旅人、もし他にやることがあるんなら二手に分かれて行動しようぜ。秘境が解放されたらまたこの近くで落ち合おう。旅人、パイモン。さっき九条サラさんが来たんだ。あそこにいる。うろうろしてるのを見ると本当にオイラたちのことが心配みたいだな。すごく警戒してる。状況がちょっと複雑だ。まずは彼女と話をしてみよう。皆の者、近頃の働きご苦労だったな。人手を連れてきた。ここ一番の正念場はもう過ぎたと言えよう。ここからはこの道を守ることで魔物を効果的に防ぐことができるはずだ。逃げ出す者がいても
奴らを荒海一帯に封じることができる。以前ここの秘境内から大きな音が聞こえた。おそらく中には大量の仕掛けがあるのだろう。時期を見計らい兵を投入して攻め入る。我々は今その準備を進めている途中だ。もっと秘境に近いところに駐留したりしないのか。以前の行動時、武士たちは秘境と十分な距離を保つことを考えていなかった。そのため魔物の奇襲に対し慌てて退却する羽目になったのだ。一回目は想定外と言えるが、二回目は手落ちだ。このようなことを再び起こすことは許されない。そうだったのか。この後は九条陣屋へ戻り、他の地区の防衛を調整する。来るのが少々遅かったが、ここは天領奉行が引き受けよう。お前たちの協力に感謝する。事前に話していた報酬についても、しかと覚えている。信玄殿、この手紙を。中には私が手配した通行証が入っている。信玄殿のために、最も長い期間の滞在期限を申請しておいた。その期間を利用して、稲妻をじっくり観光してもらえると嬉しい。それ以外にも、食事と宿泊施設を手配した。城内へ戻ったら、手紙に書かれた通りに宿へ向かうといい。マジかよ！こんなの天からモラが降ってきたようなもんだろ！食事も宿も無料で、稲妻観光までできる！遠慮するな。当然のことをしたまでだ。ありがとう。あんた、最近すごく忙しくしてるだろ？いつ休んでるのか気になってたんだ。もし、あんたが休暇を取れた時に、あたいがまだ稲妻にいたら、ぜひ、あたいの路上ライブを見に来てくれ。正直、私は詩や音楽にあまり興味がない。だが、信玄殿は天領奉行に多大な貢献をした。ならば私も、機会があれば、行ってみよう。これで、信玄が一番心配してたこと。いやいや、一番心配なのは式大将のことだって。こっからは、あたいの個人的な利益とは関係なしだ。友達として、あいつを助けてやらないと。それと、あの兄ちゃんも、旅人、もちろん、あいつも助けるよな。じゃあ行こうぜ。こっそり式大将と合流しに。信玄さん、旅人さん、パイモンさん。さっき、ある女少領が人を連れてこの辺りを偵察していた。あいつは天領奉行の人で、九条サラって言うんだ。九条サラ、天領奉行にはそのような人がいるのか。天領奉行の当主の名は聞いたことがある。確か男性だった。九条、何だったか。はっきりとは覚えていないが、些細なことを思い出した。確か、春之助とその天領奉行の当主は、将棋をしたことがある。その春之助って人、もしかして偉い人だったのか？雑談は後にしようぜ。誰にも気づかれないうちに、早く音容量の中に入ろう。そうだな。それに、あの行方不明のやつも探さないと。早く行こう。よし、じゃあみんな僕についてきてくれ。うわあ、お前ここにいたのかよ。あ、来たんだね。もう待ちくたびれたよ。君たち、せっかくのいいところを見逃しちゃったね。実に惜しい。こいつ、結構元気そうだぞ。
傷も負ってないし。ん？心配してくれてたのかい？ほんと？君に心配してもらえるなんて光栄だね。相棒として、古きライバルとして君は知っているはずだ。こういうサプライズに満ちた戦いは俺の好みだってこと。秘境が再構築されている間、部屋が上下に移動して魔物も一緒に辺りを駆け回っていた。ここ何日かとても楽しく戦えたよ。それに式大将が必要とする拓本もいくつか見つけられた。中には彼の記憶と力が入っているはずだよ。ちょうどいいタイミングだったな。早くそれらを回収しようぜ、式大将。拓本に残っている符術の力には限界がある。だから僕が取り戻せる記憶も限られている。まだ足りないのか。じゃあ計画通り引き続き秘境の奥深くへ進もう。いやいや、秘境は再構築されたんだから、せっかく見つけたルートもとっくに使えなくなってるって。その点については心配無用。秘境の再構築には規則がある。だからなんとなく方向がわかるんだ。あっちに向かえば間違いないだろう。ちょっと待ってくれ、質問があるぞ。式大将、さっき拓本に残ってる力が足りないから記憶の回復にも限りがあるって言ってたけど、だったらなんでその道が正しいってわかるんだ。この前お前と一緒にあの扉を通ったら、オイラたちは秘境の外に出た。つまりここにある扉には本物じゃないものもあるってことだろ。もしお前が間違えてオイラたちを危ない場所に連れて行ったら、それこそ終わりじゃないか。そう心配するのも無理はない。だが僕は君たちが納得のいく答えを示すことはできない。もし漁師の直感だと言ったら受け入れてくれるか。なんか心もとないな。パイモンの言ったことはもっともだが、あたいたちは式大将という案内役を信じるしかない。じゃないとここにずっといる羽目になるだろう。それに万が一秘境がまた動き出したら、その時はもっと方向がわからなくなるかもしれない。外に行ってから少し焦ってるみたいだね。もしかして何かトラブルにでもあったんじゃないかな。俺の知る限り現段階では稲妻の情勢はまだ安定しているとは言えない。このような秘境は天領奉行が対処すべきことだが、天領奉行は人手が不足していて全体の局面を制御するには不十分だ。だから君たちが依頼を受けここへ来た。そしておそらくそれは天領奉行による依頼だったのだろう。君たちは彼らの命を受けている。あいつらのやり方なら直接秘境に突撃して全てをねじ伏せてしまう。そうなる前に式大将の記憶を取り戻さなければもうチャンスはない。だから君は焦っている。そうだよね。全部お前らの陰謀だったのか。俺は確かにあることを調査しているが、君たちの考えているようなことじゃない。このことはまた後にしよう。今は目先の問題の方が先だ。旅人、俺は君と付き合いがある。こういうところでわざわざ嘘をつく必要はない。稲妻に着いた後、俺は周辺地区で魔物の痕跡を見つけ、自然とこの秘境までたどり着いたのさ。ここは当主のために設立された訓練場のように、戦いと殺し合いしか存在しない。ここにいると自分を思いっきり解放して楽しむことができる。こう言っちゃ悪いけど、旅人とパイモンを除いてそこの二人に会ったのはこれが初めてだ。
俺が立場をあまり気にしない人だっていうことを君たちは知らない。善悪、聖者、使命、これらのことは本当に重要なことなのか？極限の戦いや楽しい殺し合いよりも魅力的なのだろうか？やっぱり戦いが好きな人だったのか。兄ちゃん、あんたの言ってる意味ってのは？特に意味はないよ。ただ道中の魔物を恐れず前へと進め、それだけが言いたかったんだ。もし君たちが全力を尽くせないのなら、俺が君たちの代わりに全てをねじ伏せる。もし君たちがそれに抵抗を感じるのなら、俺が殺戮に関わる全てを背負う。なぜなら戦いは俺の一番得意なことだからね。おいらを見るなよ。行くよ。行けばいいんだろ。はっ。やっと最後の部屋までたどり着いたぜ。本当に大変だったな。あれは拓本がもう一枚あるぜ。旅人さん、それを早く回収してくれ。この部屋は音容量の最深部に非常に近い。確か僕と春之助もここに長く留まっていた。僕たちはずっと稲妻各地から来る武人を観察していた。彼らは宴で酒を飲むとき、我々も強大な魔物を倒す力を手に入れたと声高く叫んでいたよ。もしかしたらあんたとカムナ春之助ってその武士たちを連れて魔物を退治しに来たんじゃないか？その可能性もあるが、他の可能性もある。言い換えればそのような状況は春之助がわざと仕組んだものである可能性がある。制御不能になった陰陽寮を再び掌握するため、武士たちを引き連れ秘境に入り魔物を退治するよう命じた。式大将は講師の言ってた推測についてさらに考えてるのか？まったく、俺だって別に毎回悪い方に考えてるわけじゃないよ。ただ合理的で包括的な推測をしただけだ。みんなに悪意はないと知ってる。僕の記憶はまだ完全なものじゃない。だが欠けている部分もどんどん減ってきた。もうすぐ全回復するだろう。それになんだか感じるんだ。前に進めば春之助に会えるかもしれないって。この陰陽寮は別に最近できたものってわけじゃないんだろう。その人はこの中にずっといるのか？うーん。旅人？ちょっと待て。あんた、もしかして。みんなの真剣な表情から察するに、とても重要なことみたいだ。でも、真剣すぎてもあれだろ？ここはもう十分不気味なのに、これだとなんか内輪揉めしてるみたいだ。やっぱりオイラが言うぞ。あの時秘境から魔物が逃げ出してるって聞いて、天領奉行の武士たちと一緒にここまで来たんだ。オイラたちがお前に会った時、お前は秘境の由来を全く知らなかった。それどころか自分が何で生まれたのかさえも。でもオイラたちはあの時お前が本当に何も知らなかったって信じてる。たとえお前を信じられなくても、オイラたちは信縁を信じてる。信縁がお前を認めたのなら、オイラたちもお前と一緒に行動をとる。探索が進むにつれてオイラたちは秘境の深くに入り、真相がすぐ目の前のところまで来た。でも今に至るまでこの秘境が邪悪な目的で創造されたかどうかまだ判断できていない。箱には託
も災いも入っている可能性がある。つまりオイラたちはその箱を開ける最後の瞬間にまで来たんだ。警戒もなしに開けるわけにはいかないだろう。あたいは他人が後戻りできない選択をするのを見るのが好きじゃない。だけど旅人が言ったように、あたいたちは十分な準備をしてお互いに責任を持つ必要があるんだ。わかった。どうやら僕が決断を下す時が来たようだね。ここまで僕はずっと謎に包まれたまま君たちの助けを受けてきた。たとえ短い間しか共に戦っていないとしても、お互いに秘密があってはならない。今ある情報ではまだ保証はできない。僕は春之助を信じたい。でもこの年月を経て彼が変わっていないかどうかはわからない。それか僕の記憶が偽りのものだという可能性もある。僕は陰陽師によって作られた式神で記憶も不完全だ。君たち4人こそ今の僕にとって完全に信頼できて全てを託せる人たちなんだ。僕は君たちを信頼している。だけど春之助への責任もある。彼は僕を想像してくれた。僕は彼に付き従う義務がある。もし君たちの言った通り彼が悪者だった場合、彼に制御されるのも僕の運命だ。できることならこの善良な心を最後まで持ち続けたい。でも道具は主の意志に逆らってはならない。彼が僕を想像したというのなら僕を制御することができるだろう。もしこれから僕と春之助が天に背き道理に反することをしでかしたら、その時は君たちが僕たちのためにふさわしい最後を与えてくれると信じている。うぅ、最終的に難題をオイラたちに投げるなんて。でも意外と誠実だったな。それに責任感のあることも言ってたし、この答えならお前も納得できるよな。あんたら事前に話し合って演技してたのか。片方が疑う役でもう片方が信じる役を演じるっていい方法だね。この方法なら式大将の記憶にまだ欠けている部分があるかどうか試すことができる。旅人成長したね。何が試すだ。オイラたちは緻密な計画を立てて一発で成功させたんだぞ。信玄が言ってただろ、あいつはあいつのやり方で信用できるかどうか確かめるって。だったらオイラたちもオイラたちのやり方がある。それに今これを言えば式大将を励ますこともできるしな。たとえあいつが迷っててもオイラたちはあいつを信じてて一緒に前へ進む。このことをあいつに分からせてあげたかったんだ。もし式大将が本当に仲間だったらすぐに敵味方を選ぶようなことはしない。自分自身に存在する脅威を正直に言えてこそ仲間に対して責任を持っていると言える。僕は嘘が得意じゃない。僕の心からの気持ちを感じ取ってくれてありがとう。善人でも他人を騙し他人を利用する時がある。その逆で悪人にも懸念や心配事があるというものだ。自分にとって残忍とも言える答えを口にできたということは確かに覚悟を決めているということだね。ふん、信玄が言ってたように、なんて言うんだっけ。何のことだ。ああ、思い出した。この言語はすごく誠実で人の心の奥底にある最も正直な部分を動かすんだ。
一文字も間違わないなんて、あんたよくそんなの覚えてたな。それで戦う前の決起会は終わったかな。終わったなら行こうか。即戦即決だ。式大将、心配するな。あたいたちがあんたのそばにいる。分かっている。僕も全力を尽くす。君たちに面倒はかけない。かけても大丈夫だ。最終的にオイラたちが勝てればな。いや、最悪の事態にも備えておく必要がある。この扉の向こうが秘境の奥深くではなく仕掛けにつながっていたら。おいおい、縁起でもないこと言うなよ。もしもの話だよ。そうならないという保証は誰にもできない。そうだろ。残念なことに、確かにそうだ。今の僕ではそれを防ぐことはできない。僕はまだここを完全に掌握したわけじゃないんだ。すまない。俺は別に何とも思ってないよ。聖地に挑戦できるまたとないチャンス、もう10回再構築してくれてもいいくらいだ。おいらは嫌だぞ。楽しみたいならお前一人で行ってこいよ。とにかくもし再構築が起きたら、君たちは自分の安全を確保した上でできる限り集まって行動するといい。あんたはまた戦いに行っちまうのか。心配いらないよ。俺はもちろん全ての危険を楽しむから。くそ、また弾かれた。次はあの兄ちゃんの口を塞いでくれ。あの縁起でもない口、毎回言い当てるなんて。もうこの卑怯嫌だぞ。噛むな春之助は、オイラたちと会うのが怖いんだろう。腰抜けなのか。でも近くに天領奉行の武士がまだ駐留してるぜ。兄ちゃんと式大将は中にいるから、トラブルは避けられたみたいだ。じゃあいつも通り秘境の再構築が終わったら中に入ってあいつらと合流しようぜ。それまで身を隠してた方がいいな。あたいたちがまだここ一帯をうろついてることを天領奉行に知られない方がいい。次に入った時は絶対に全ての元凶を見つけ出してやる。最近駐留してる兵士からいい知らせを聞いたぜ。九条サラさんが城内の事務に追われてて、彼女の部下も当分は動けないらしい。結局のところこの秘境からはもうずっと魔物が出てきてないから、あいつらもこの重要な扉を守るだけで焦って秘境内に入る必要もないみたいだ。おかげで結構な時間稼ぎになってくれてるぜ。じゃあ早く入ろう。あの二人きっと待ちくたびれてるぞ。みんな戻ってきたのか。人も揃ったことだし、最後の答えを探しに行く時が来たね。あんたらはなかなか辛い一戦をしてたみたいだな。一戦？もう何戦したかすらも覚えていないよ。俺が本領を発揮した姿も悪くなかっただろ、式大将。タルタリアさんはこの秘境にすごく詳しくて、どんなに強い魔物でも完璧に対応できていた。僕たちならこの秘境の最深部までたどり着けると思う。お、一緒に何日かいて結構仲良くなったみたいだな。もう戦友さ。
再構築の間式大将から聞いたんだけど、一番重要ともいえる拓本の出現を感じたらしい。すぐ近くにあるみたいだ。あの拓本に込められた不術の力は他のものをはるかに超える。大衆がうまくいけばこの秘境の真相を思い出すことができるはずだ。近くにあるだろう。なんで取りに行ってないんだ。式大将、あんたあたいたちを待ってたのか。みんなのおかげで僕はここまで来られた。僕の記憶は君たちのおかげで少しずつ取り戻せたんだ。最後の一番重要な一刻はみんなに見届けてもらいたい。ずっとチリジリになっていた記憶がようやく一つの形になった。すべて思い出したよ。この結録音容量の過去、そしてその本質を。ここは陰陽師を実験する場所でも邪悪なものを生む巣窟でもない。春之助が僕とこの秘境を作った目的は守護するためだ。守護？僕たちの国はかつてある災害に見舞われたことがあった。それが原因で春之助の一番大事な人が奪われてしまったんだ。春之助は深く悔やんだ。その時から彼は邪悪を制御する力を渇望するようになった。彼は海を渡りリーユへ行き、仙人を訪ねた。戦法を修行し、その奥深き術と自身が長年研究してきた神通を組み合わせ、最古の陰陽術を編み出した。その後彼は国に尽くす有志の武士を招集し、僕とこの陰陽寮を作ったんだ。そして僕を原型にした拓本を数多く制作し、それらを武士に分け与えた。武士と式神が組み、武術と武道を駆使し、より確実に魔物を滅する。彼らは二人一組となり、外で魔物と戦った。そして戦いに負けた魔物の情報を式神によって書き記した。秘境に戻ってからその情報をもとに鏡の魔物の姿として再現し、武士たちの訓練相手としていた。僕は式神の統率者として拓本たちの見聞や経験を吸収しながら秘境の構造を調整し、武士たちにより効果的な訓練を提供していたんだ。そして時が経てば、これらの志の高い武士たちはとてつもなく高い武術を身につけることができる。彼らが離れればまた新たな新人がやってきて、新たな見聞、新たな相手、それらを繰り返していった。道理で終わらない戦いが続いていたわけだ。ここはもともと訓練場だったようだね。つまりカムナ春之助がこの陰陽寮を作ったのは、武士を訓練してより効果的に魔物に対抗するためだったってことか。じゃあそいつ立派ないい人だったってことじゃないか。もしそうだったら、なんで秘境の奥深くに隠れる必要があるんだよ。いや、春之助はもうとっくに寮内にはいない。なぜかはわからないが、春之助は全ての武士を追い出し、この秘境を廃棄した。その記憶、最後のかけらはまだ思い出せていない。それどころか春之助が離れる時、僕に何を言ったかさえも思い出せない。離れたってことはまだ生きてるのか。多分、少なくとも僕はそうだと願っている。僕は春之助に創造された一種の兵器だ。僕と陰陽寮の使命は戦いを作り続け、自分と他人を磨き上げていくこと。しかし今となってはこの秘境も意味のないものとなった。君たち以外他に来る人もいない。主に見捨てられた兵器に一体何の価値があるというのだろうか。なんかすごく
悲しそうだ。主に見捨てられた兵器兵器になるのも悪くないんじゃないかな。戦いに沈んだ者は皆自らの意義と価値を追い求めている。そうなのか。君は俺の秘密に興味があっただろう。どうして俺が卑怯の排斥に抗うことができるのか、どうして俺がこんな複雑な戦局に対応できるのか。俺はただ木の根の隙間で戦ったことがあるだけなんだ。果てしない苦境、命がけの危険、それら養分を得ることでのみ俺はより早く強くなれる。俺が欲しいのは勝利ではなく磨くこと。自らを鋭利に尖らせ恐れられる存在になる。俺も君と同じ兵器なのさ。だったら君の追い求めている戦い、その終点は一体どこにあるんだ。終点を追い求めるのは終わることを望む者だけさ。俺は違う。そんな無意味なことなんて全く気にしていない。俺は戦うために生まれた。俺が生きている限り終点は現れない。俺の選んだ道はその一歩一歩が全て極限なんだ。戸惑いを捨てろ。悲しみと迷いを抱えたままでは無情な兵器にはなれない。どうやったら捨てることができる？あたいが思うに、捨てるっていうのは一種の表現じゃないか。別に本当に何かを捨てるわけじゃない。式大将、あんたは何も捨てなくていい。あんたは記憶を取り戻したばかりだ。今こそ過去を拾うチャンスなんだよ。あんたにとって正しくて重要なこと、それを取り戻せればそれでいいんだ。正しくて重要なこと？あたいにはあるぜ。あたいはロックが好きだ。ロックが好きなやつはあまり多くないだろう。確かに人気はないが、それでも大丈夫。楽しけりゃそれでいい。他のやつらが好きかどうかなんてあたいと全く関係ないと思わないか。あたいは自分のやりたいことしかやらないぜ。たとえ冷たい目で見られても放っておけ。あたいの音楽は花からわからないやつのために聴かせるもんじゃねえ。曲、確か僕のために弾いてくれたあの試験。一人寂しく道を歩き、たまにかがり火のそばで人に会って、みんなで一緒に焼き魚を食べてた。そういうのが理解できてる時点であんたは人の感情をよく知ってる。人はみんな多かれ少なかれそういった孤独な道を歩んだことがある。あんたもそこにいる。ならあんたはあたいたちの仲間だ。だからこそかがり火のそばで出会い友達になれたのさ。道は険しいがあたいたちは孤独じゃない。式大将、これがあたいの音楽にある言語で正しいことを続けた収穫だ。あんたは何かやらなきゃいけないことがあるんじゃないか。深淵さん、今はまだ君のようにはなれないけど、僕は分かっている。このまま立ち止まっていてはいけないと。前に進もう、みんな。最後の拓本を取り戻したい。いや、取り戻してこの秘境を再び掌握する。きっと僕にできることはまだあるはずだ。おう、気を取り直していこう。まだ戦いが残ってるぜ。みんな一緒に進めば問題ない。カムナ様、訓練を受けた武士の6割が負傷し、式神の消耗も予想をはるかに超えています。それに外界の情勢が安定してきた今、
我々が究極の武芸を追求する必要はあるのでしょうか。どうして恐れる。小生はとっくに分かっていた。春之助、はっきり言うが彼女はもう戻ってこない。小生はただ彼女の後代を助け、この領土を守りたいだけだ。滅すべき対象がなくなり、守るべき人も平和を得た今、我々の使命は終わったと言えよう。小生は時が許すなら一生ここで守護し続けられるとずっと信じていた。このような言い方は小生自身を危うく騙してしまうところだった。お主は決して小生のようになるなよ。安心してくれ春之助、僕は分かっている。君が稲妻のためにしてきたことは他人が意味を与えていいものじゃない。そして僕の存在もそれと同じ。当初お主に冷静を注ぎ込み、人の感情を理解できるようにさせたが、やはり正解だった。結局小生を啓発してくれたのはお主だったな。明日に睾丸あってセロに誇れども、夕べに白骨となって光源に朽ちぬ。いい言葉だ。これでもう小生に心残りはない。我が友式大将よ、自らの使命をよく果たしてくれた。もう待つ必要もない。小生は新たな意味を求めて再び出発する時だ。これでさよならだ春之助。どうか安寧であれ。全てを思い出した。春之助に見放されたわけじゃない。僕は彼を説得し、彼と一緒にこの心の迷宮を出たんだ。春之助は僕を見捨てたわけじゃない。僕が彼を啓発し、彼の抱えていた重荷を手放させたんだ。僕と結録音容量に対し、春之助は美しい願いを持っていた。強いて言うなら、生まれた時代を間違えただけなのかもしれない。武士たちは精一杯鍛錬し、その鍛錬も少しながら効果があると証明された。しかし凡人の力には限界がある。我々が作り出した進歩はあまりにも遅いもの。僕たちが修行に奮闘していた時、あの無双の人たちを振るう神が勤勉で強大な戦士を引き連れ、この土地に埋もれていた災いを根絶やしにした。みんなの努力が突如として不要なものになった。そんな結果を受け入れられる人なんていない。全く想像できない。でもどこかで似た話を聞いたような。僕は混乱し落ち込み、全てを疑った。しかし僕たちの作った結果、僕たちの払った代価、それらがたとえどんなに小さなものでも実際に存在していたものだったんだ。いずれにしても春之助と武士たちの望んでいた目標は達成され、武士たちも精一杯訓練する必要がなくなった。それはもともと祝福すべきことだった。だが春之助は情がありすぎたゆえ、世間のあらゆるものを気にかけ、自身の失ったものに固執したのだろう。守護は我々の共同の願いだった。春之助はみんなを守ろうとした。ならば僕は春之助を守ろう。春之助の最も満足する造物として、彼が結録音容量にいた時の唯一の友として、僕は彼を導いた。彼は僕に言っていたよ、新たな意義を探しに行くと。
一ヶ月かかるかもしれないし、一年、何百年かかるかもしれない。どんなに長くても、僕はいつの日か彼が願いを叶え、ここへ戻ってくることを願っている。来る日も来る日も待ち続け、僕は深い眠りについた。はぁ、春之助よ、君はもう戻っては来ないだろう。そんな悲しむなって、式大将。カモな春之助は、あんなに強い戦法を学んで、神通だって身につけてる。もしかしたら、不老不死になってるんじゃないか？みんな、もう決めたよ。春之助がこの世にいてもいなくても、僕は彼のために生きるのはやめる。君たちに会ってから一つ学んだことがある。信じることだ。春之助は自分の道を歩んでいる。僕はそう信じる。そして僕自身もそんな道を歩んでいけると信じてる。この世に生まれ落ちた時から僕たちは孤独の果てに向かって歩んでいる。だけど霧の中には火の光があり、夜空の下には新たな仲間がいる。僕たちの使命が長い旅によって終わることはない。春之助のやったすべてに価値がある。そして僕の意義こそ僕の使命なんだ。この点についてはずっと変わらないし、奪われることもない。我こそは武人を補佐する式神が長、式大将。この結録音容量不変の領主。我が責務は武人を補佐し、武道を極限まで鍛え上げる者に手を差し伸べること。世の中にはまだ高き山を登る者が必ずいる。僕はその山々の綱となり、彼らの武器となり、彼らと共に頂へ向かおう。よし、その息だぜ。記憶が完全に戻った式大将は、なんだかすごく頼りになる感じだな。すでに結録音容量は再び制御した。今後、鏡の魔物が逃げ出すことはない。今回のこともこれで終わりだ。あと何日かすれば、不術の力の脈略を整理し、結録音容量を元通りに戻すことができる。ここは予測不能でありながら、安全で頼れる試練の地。今後は僕もここをずっと守護し、武道を極める者に最も効果的な試練を与えよう。天領奉行もそろそろ秘境に入る頃合いだ。彼らが来たら僕が今回のことを詳しく説明する。それについては僕に任せてくれ。わかった。つまりオイラたちは後処理をしなくてもいいんだな。オイラ、こういう何も気にしなくていい感じ、すごく好きだぞ。君たちのおかげで僕は真の自分を取り戻せた。少しばかりの礼を用意した。みんなの恩とは比べ物にならないが、少しは役に立つだろう。拓本？彼のことは式少将と呼んでくれ。式少将は他の拓本と違い、大陸のどこにいても僕と連絡を取り合える。結録音容量を離れれば、彼は式札と符術を使うことができなくなるが、君たちを加護することはできるだろう。彼を連れて各地を渡り歩けば、僕をそばに置いて連れ歩くのと同じ。式大将の口調がしんみりしてきてるぞ。あたいたちともう会えないことを心配してるのか？おい、そんなしょげたこと言うな。あたいたちはまだここにいるだろ。それに旅人と九条サラさん、北斗さんのおかげで、あたいが稲妻に来るのもそこまで難しいことじゃねえ。もしかしたらたまにまたここに来てあんたに会いに来るかもしれねえぜ。新縁さん、それは君の時間を取ってしまうことになる。
聞くが、ロックはどうだった？ロック、僕にとっては非常にいい音楽だった。それだけで十分だ。あたいは音楽の良さを知っている人にしか演奏しない。みんなよく聞けよ。あたいが一曲奏でてやる。え、ここで曲を弾くのか？この曲にこんな心震わす部分があったなんてな。あ、講師はダンスができるんだろ。あいつと一緒に。ちょれ、講師は。おーい、講師、どこ行くんだよ。まさかこっそり逃げようとしてるんじゃないよな。逃げる？俺はただ休憩する場所を探して考え事をしようとしていただけだよ。旅人、俺が調査していたことを君に教える時が来たね。やっぱり鋭いね。君の目は人の心を見透かしてるんじゃないかって、ドキドキ疑ってしまうよ。今回はすごく楽しかった。正直、稲妻はかなり好きだよ。些細な厄介事、そしてそれがもたらす影響を考えなければね。もともとはこの秘境が残氷と関係していると思いここへ来たのさ。だけど彼はいなかった。神の心を持った残氷は俺たちと連絡を絶った。これにはおそらく何か裏がある。だが残氷がこんなことをするのも俺は全く予想していなかったわけじゃないよ。俺が戦いを求めてファトゥスになったのと同じように、ファトゥスの多くは自分の目的を持っている。あの心はもう少し泳がせておこう。いつかどこに行ったのかがわかる。その時は君ならどう選択する？旅人、君の終点はどこにあるのかな？ほんと、もう少しここにいたかったね。長く滞在すればするほど、次に会った時の喜びも大きくなる。夜空の星のように、君はいつも多くの驚きをもたらしてくれる。俺の相棒。心境が変わると、音楽がもたらす感覚も違ってくる。深淵さん、僕に音楽の奥深さと寛大さを感じさせてくれてありがとう。この友情は心にずっと銘じておく。いいってことよ。次会った時はもっと最高なロックを聴かせてやるぜ。式大将の後処理はどうなったのかな。結録音容量に行ってみようぜ。旅人さん、来たのか。当時の構文を提示して天領奉行に説明したよ。それでやっと信じてくれた。僕と。よかった。これでやっと式大将は自分の使命に集中できるな。ああ、すでに結録音容量は当初の形へと復元し、武道を修練するための純粋な秘境となった。この秘境はもうしばらく稼働した後、武術の力を使い果たすだろう。その時はこれを封印して、ゆっくり力を貯めることにするよ。またとない機会だ。挑戦してみるかい？おお、オイラも見てみたいぜ。
武道の極限を追求する者は皆結録音容量で効果的な鍛錬を得られていた。もちろん焦って強敵に挑戦すればかえって挫折してしまうこともある。無理をせず自分のできることから始めるといい。